今日1得点を決めました、辻選手です、1対1の引き分け、この表情から辻選手はどういう振り返りを。いい時間帯もありましたけど、もう少しやりたかったかなっていう印象ですね。それは辻選手としてなのか、もうチーム全体としてなのか。もちろん個人的にもやりきれない部分もありましたし、チーム全体的にも運動量落ちましたし、もう少しセカンドボールのところで戦えたかなとは思いますね。しかし再開明けから本当にいい試合が続いています。今後の課題としてはいかがでしょう。攻守両面でもう少しやりきれるように、勝負決定づけるところでもう少しやりきりたいなと思います、ね。